株式分割で買いやすい銘柄はどれこんばんはふ利でふえるです今回のテーマは2024年3月株式分割銘柄どれを買うぜひ最後まで見てください目次はこちらです 1. 勢いを増す株式分割 2. 抑えておきたい動向について 3. 注目銘柄はどれまずは最初の勢います株式分割について。企業が株式分割を行う理由考えたことありますかウェルが思うに以下の4つ。まずはストックオプションの交付。ストックオプションというのは株式会社の従業員とか取締役があらかじめ定められた価格で 自分の会社の株を買うことができる権利のこと。それから IPO、新規上場直前の売り出し価格の調整だったり、株式配当だったり。ただし、一番大きな理由としては、一回の株式取引に際しての投資金額を下げるために実施される。これがほとんどかと思われます。 こちらの図は日本取引所グループが出している株式分割の図表です。1株を5株に分割するケース、こちらで考えてみたいと思います。株価が1株2万円の場合、1対5の株式分割を行うと、株価は5分の1、4000円になります。その分、持ち株の数が増えます。この場合では、 従来から株主が保有する株式の数は100株から500株へと5倍に。従って株式分割の前と後で従来からの株主が保有する株式の価値というのは変わらないんです。分割前が2万円かける100株で200万円。分割後が4000円かける500株でやっぱり200万円。でも、 これから株主になろうとする未来の投資家にとっては、株式分割は大きな意味があります。続いて、投資家にとってのメリットを考えてみました。分割する前に必要な投資金額は、最も小さい投資金額の単位で200万円必要でした。それが分割後には40万円に下がります。 新たに投資を行おうと考える投資家にとっては、この最低投資金額が下がって、その分だけ投資に対する心理的、金銭的なハードルが下がることになります。これは投資家にとって何よりの朗報。新たな投資家層を呼び込む期待が生じるという意味で、株式分割を発表した直後に株価が急上昇するケースが多いのも、このあたりに理由があるのかな と考えます。では続いて、最近の抑えたい動向についておさらいしておきましょう。東京証券取引所は、個人投資家が株式投資を行いやすい環境を整えるために、望ましい投資単位として50万円未満という水準を示しているんですね。近年は最低投資単位が100株にほぼ均一化されたので、50万円未満 とかし当初は株価水準を明確には規定していないんですけれどもこの50万円という水準を超えて売買されている上場企業に対しては年度末から3ヶ月以内に最低投資金額を50万円未満の水準にするための投資単位の引き下げに関する考え方。 といいううものを開示するるように義務付けているんですこちらは日本で100株当たりの額面上の株価が最も高い SMC の企業ホームページから昨年だと23年5月23日に投資単位の引き下げに関する考え方及び方針についてという資料を出しています。 実際に東証は1990年代からすでにこんな感じの投資単位の引き下げに関する要請を上場企業に対して働きかけてきました。当時は上場企業の8割が最低投資金額の100万円を超えていました。その後、バブル崩壊による数勢的な株価の下落と、最低投資単位が1000株から100株に引き下げられたこと、 また、上場企業サイドが行う株式分割などによって、今では投資金額が50万円未満に下がった企業の数は、上場企業の9割以上となっています。それでも、50万円を超える企業は、実はまだ、24年3月時点で329社もあります。上場企業4031社のうち、全体の8%に当たり、 超ネガサ株と呼ばれる200万円超えの企業も19社最近は株高によって株価自体が上がっている企業が多いのでこの200万円超えという企業も数がちょっとずつ増えているんです超ネガサ株の顔ぶれ有名なところでいくとキーエンスとかファーストリテイリングとか SMC 東京エレクトロンディスコなどなど いずれも現在の日本経済を代表する会社、世界中から投資資金を引き寄せる高成長企業ですね。当初は個人投資家が投資しやすい環境を作るために、2022年10月にも投資単位の引き下げにかかるご検討のお願いと題した要請を最低投資金額が高い水準にある上場企業に向けて出しています。その効果もあってか、 24年の3月末を基準に株式分割を行う企業が実は増えているんです。過去に例がないくらいこの数は増えています。主な企業、ちょっと確認していきましょう。続いては、注目銘柄について。24年3月末に株式分割を行う企業をまとめてみました。まずは、1株を2株に分割する企業。 日本初のプラスチックであるペノール樹脂で有名。エポキシ、メラミンなど、熱硬化性樹脂を得意とする。特に世界トップシェアを持つエポキシ半導体風資材が収益源となっているのがスミトモベークライト。半導体の風資材では世界トップシェアを持っています。続いて、テルモ。医療機器の大手で世界160カ国以上で事業を展開している企業です。 カテーテルシステムなど心臓血管領域の高度医療機器に強みがある会社で、もともとは近代日本医学の父で、破傷風菌の培養に成功した北里柴三郎博士をはじめとしたお医者さんが発起人となって、良質な体温計の国産化を目指して設立された会社です。それから、独立系 SI としては大手の大塚商会あとは、 ビジネスホテルのドー,ミーイン、リゾートホテルなどを運営する強立メンテナンス。このあたりが1株から2株に株式分割を行います。続いては1株から3株に株式分割を行う企業。損保3社のうち、損保ホールディングスと MS&AD が同じタイミングで1株から3株に分割します。 東京会場は22年9月に同じく1対3の株式分割をすでに実施しているので、それに追随する形。この中で気になる企業といえば、4つ目のシスメックスでしょうか。何をやってる会社かなと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、血球の係数検査、免疫検査、血液凝固検査など、検体の検査に必要な機器、 試薬、ソフトウェアの研究開発から製造販売などを一貫して行っている総合メーカーです。ヘマトロジーと呼ばれる血球係数検査では世界シェアナンバーワンの企業です。続いて1株から4株に株式分割をするのが、電子部品関連、医薬品、科学、化学薬品、食品の生産に不可欠な 超純水のエンジニアリングカンパニー。世界最高純度の水を追求する野村マイクロサイエンス。最近では半導体に使われる高度超純水という水を作る会社として有名になっていますね。あともう一社が黒崎播磨という会社で日本製鉄グループの耐火物のメーカーです。 工業用の用路に使用する耐化物全般の製造や販売を行っている耐化物事業というのが専門の会社。この会社実は株価が14000円台なので株式分割1対4でかなり買いやすい水準になると思われます。ちなみに PER は9.2倍です。それから1対5。このあたりになってくると株式分割のインパクトがかなり強くなってきますね。 ここでは2社ご紹介します。1社目が映画、配給の大手の東映です。映画を書くにテレビ制作をしたり、不動産やホテル施設の運営など、多角的に事業を展開している企業です。東映アニメーションはこの東映の子会社。アニメプロダクションの草分け的存在で、ゲゲゲの鬼太郎、一休さん、ドラゴンボール、セーラームーン、最近だとプリキュアなど、 数々のヒット作を生み出しています東映の現在の株価は1万9,000円東映アニメーションは1万4,000円台なので1株から5株に株式分割されるとかなり手の届きやすい水準になると思いますそして最後が1株から10株に株式分割される企業1社目が総合重機メーカーの最大手で戦後の高度経済成長時代を支えた 重工長大産業の優である三菱重工。最近では5兆円の防衛費関連の企業としても大注目を浴びています。現在の株価は1万2000円。10株に株式分割されたら、なんと1株あたり1200円台で買えるようになります。そしてもう1社が産業用のエレクトロニクス大手富士通です。 通信やコンピューター分野に強みを持つスパコン K 富岳を開発 IT や DX 関連事業への集中を進めていて IT サービス市場では国内シェア主位ですね現在の株価は24,300円なのでこちらも10株への株式分割で2,400円台とかなりお手頃な価格になります増えるが注目した企業は2社 まずは1株から2株に分割する1社から住友ベークライトを選びました。住友ベークライトは風刺剤などが有名な科学の会社です。今季24年3月期の業績は増収増益。半導体用途の回復は鈍いものの、モビリティ戦略3製品が伸びています。高機能プラスチックでも民生用途の在庫調整がほぼ一巡して、 緩やかな回復に転じています。医薬品放送用途のフィルムシートが堅調。ただし、半導体関連は24年後半の回復を見込んでいます。実は住友ベイクライト、今年6月に新しい中期経営計画が発表される予定なんです。次の中期計画に向けて株主還元の考え方というのも発表していて、 株主還元については優先的に考えていかないといけないとまさに社内で議論をしているところ、叱るべきタイミングでご説明できる機会を持ちたいと思うという Q&A もあり、6月に発表される次期中継がその叱るべきタイミングではと考えています。配当成功は30%なのですが、毎年確実に増配している企業、収益性もしっかりしているので、 株式分割後も業績に応じて株価が上がっていくのではと推測しています。それからもう一社が1株から3株に株式分割をする富士フイルムです。富士フイルムは現在90万円以上が必要なんですが、1対3の株式分割をすると30万円強で買えるようになります。配当成功はこちらも30%を目安としながらも、 現中期経営期間中の配当成功は20%台前半なんです。14期連続の増配。前の年に比べて今期は20円増配で、創立90周年記念ということもあり、普通配当10円にプラスして記念配当も10円出しています。今期を3周年度とする3年間の中期経営計画では、 成長投資に1兆円を集中投資した結果も着実に出ており、メディカルシステムを中心とするヘルスケア事業が、富士フイルムの中でも売上高、営業利益ともに最大のセグメントに成長しています。新しく発表される中期経営計画は今年の予定。こちらにも注目が集まり、期待が高まりそうです。あなたの注目はぜひコメント欄にて教えてください。 以上です。高評価、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を